言語の起源では、人における言語の起源について記述する。言語の起源は、後半に議論される話題である。人類の進化史において、言語が最初に起こったのは、どのように、なぜ、いつ、どこでなのかに関して、数多くの仮説が存在する。1990年代初頭以降、言語の起源の解明に、新しい方法で取り組む、言語学者、考古学者、 心理学者、人類学者その他の専門家の数が増加している。言語の起源に対するアプローチは何を基本的な前提にしているかによって分類することができる。連続性理論は言語は複雑なので何もないところから急に完全な形で言語が現れるのを想像することはできないという考えに基づいている。言語は 私たちの祖先の霊長類の間で言語に先立つ、前引く、言語的体系から発展してきたに違いない、とされる。不連続性理論は逆の考え、つまり、言語は他に、類いのない特徴なので人以外の動物の特徴と比較することはできないし、そのため人間の進化の過程で全く突然に、現れたに違いない、という考えに基づいている。 もう一つの異なる理論は、言語が外して一般的に符号化された、生来の能力であると大抵みなしている善二医者と違い、言語を、主に文化的な、つまり、社会的な交流を通じて習得される体系だと、みなす。ノーム・チョムスキーは、不連続性理論の卓越した衝動者だが、この問題に関して彼は同僚たちの中で、孤立している。約十万年前に、 言語機能が瞬間的に完全もしくはほぼ完全な形で出現するような進化の一度きりの突然変異が霊長類の一個体に起こったと彼は主張している。続いて哲学的主張が手短に行われた。まず進化について知られているものから一個体における偶発的な遺伝的変化によって種のいかなる生物学的変化も起こり、 そうした変化が、交配可能な集団内で広がっていく。第二に、言語理論の計算機的観点から求められる、唯一の能力は、心の再帰的データ構造を構成、処理する認知能力である。人の心に理算的無限という性質を付与する、この遺伝的変化は N まで数え上げることができるなら、無限に数え上げることができることになると、チョムスキーは主張している。 このことは論理的事実の問題として心が決まった数までしか数え上げられない状態から無限に数え上げられるようになる全身的な変化の方法が存在しないので人の言語機能の進化は超躍進化であるという主張を前提としている。不正確な類推ではあるが人における言語機能の形成は結晶の形成に似ている。理算的無限は 霊長類の過飽話状態の脳における主結晶であり、一たび一つの小さいがしかし決定的な要石が進化によって生まれると、物理的法則によって今にも発展して人の心にならんばかりになる。連続性に基づく理論は近年大多数の学者が唱えているが、発展をどのように把握するかに関しては諸説ある。言語をおむね先天的なものだとみなす。 人々の中には、特にスティーブン・ピンカーは、人以外の霊長類の中で先駆者を特定することを考えようとせず、単に言語機能は、通常の全身的な方法で発展したに違いないという考えを強調する者も,もいる。言語を概ね先天的なものだとみなす、人々の中には、特にイブ・ウルベクは、言語は、 霊長類のコミュニケーションからではなく、それより著しく複雑である霊長類の認知能力から発達してきたと述べるものもいる。マイケル・トマッセロのような言語を社会的に習得されるコミュニケーションの道具とみなす人々は、言語は音声ではなくジェスチャーによる霊長類のコミュニケーションの認知的に制御された側面から発展してきたとみなす。 音声的な面での言語の先駆者を考える際には、連続性理論を取る、人々の多くは、言語が、初期の人の歌う能力から発展してきたと想像する。言語の発生を何らかの社会的変化の結果とみなす、人々は連続性か非連続性かという対立を超えた立場に立つ。ここでいう社会的変化とは、先例のないレベルでの公共的信託が生まれる。 ことによって、それまで、休眠状態に置かれていた言語的想像をなす、遺伝的能力を解放するようなものである。儀式、発話の共振化理論はこのアプローチの一例である。こういったグループに属する学者は、チンパンジーやボノボでも、野生状態ではほぼ使わないとはいえ、記号を使う能力を潜在的に有しているという事実を指摘する。言語の発生は、 人の戦士時代にまで遡るので、関連する発展は歴史的痕跡を残していない。今日同等の過程を観察するのも不可能である。それにもかかわらず、近代において新しい手話、例えばニカラグア手話の発生が言語の発生に必然的に伴う発展の段階と創造の過程に関する知見をもしかしたら供給してくれるかもしれない。 もう一つのアプローチは、初期の人類の化石を調査し、言語使用に対する肉体的な適応の痕跡を探すというものである。絶滅した人類の DNA が見つかると、言語に関係する遺伝子、例えば FOXP2 の延期配列を、ホモサピエンスのそれと比較することが有益となるかもしれないと考えられる場合もある。さらに今一つの 考古学的なアプローチでは、一般的な記号から特殊的な言語への発展に関する推測を正当化する、論理的な主張が発展している一方で、ボディペインティングに用いる、オード色顔料の採掘や、修正のような考古学的痕跡を残す、象徴的な行動を頼りにする。言語の進化や、その解剖学的な必要性の時間の範囲は、少なくとも原則上は、 チンパンジー族から人族の系統的多様性から約5から15万年前の完全な現代的行動まで広がっている。音声的コミュニケーションを著しく書いていたであろう、アウストラロピテクスが概して大型類人猿により洗練された音声的コミュニケーションを行っていたと唱える者はほとんどいないが、約250万年前の人族の出現以降の発展については、 学者の間で諸説ある。原始的な言語様の体系は、ホモ・ハビリスと同時期に出現したと考える学者もいれば、記号によるコミュニケーションの発展は、ホモ・エレクトゥスやホモ・ハイデルベル・ゲンシスと同時期に過ぎず、言語の発展は20万年前以内のホモ・サピエンスに似つかわしいと定義する学者もいる。今日の近代語の拡散と多様性を達成するのに、 要求される時間を推量するために、統計学的手法を利用して、カリフォルニア大学バークレー校の言語学者、ジョハンナ・ニコールズは、音声言語は少なくとも10万年前に、原世人類において現れたと主張している。この発見は、ホモ・サピエンス種が形成されたのと大体同じ時期である、中期旧石器時代のサブサハラ地域のどこかで言語が、発生したであろうという遺伝学的、 考古学的、古生物学的、その他の多くの証拠がそれぞれ独立に支持している。言語学者たちは、原始的言語が現存しないことを認める。現在生きている人は皆、少なくとも大まかには、同等の複雑性、表現力を備えた言語を話している。しかしながら、世界で話されている言語はずっと、複雑性に関して同等であり、変わらなかったし、 現在もそうであるという20世紀のイデオロギーはもはや受け入れられない。より近年の研究によって、どのように言語の複雑性が歴史的時間を通じて言語間、言語内で違うのかが調査されてきた。シンパンジー・ボノボフィールド霊鳥類学者によって野生化での大型類人猿のコミュニケーションに関する有用な知見が提供されうる。主要な発見は、 人以外の大型類人猿を含む霊長類が鳴き声を発すると分類上異なる場合でもそれを聞いた別の霊長類が鳴き声を発したものの精神的、肉体的状態の微妙な段階的変化を評価しようとするということである。彼らの高等の解剖学的構造では人が出しているような多彩な音を出すことはできない。束縛の下で類人猿は 人から初歩的な手話や、コンピュータのキーボードでのレクシグラム、対応する言葉と図表として似てはいない記号の使用を教わってきた。例えば漢字のような、数百のレクシグラムを学び、使えるようになった、類人猿もいる。霊長類の脳のブローカイや,やウェルニッケアは音を認識するだけでなく、顔面、舌、口唇口頭の筋肉を制御する剣能を持つ。霊長類は、 音声的な鳴き声を上げることで知られるが、こういった鳴き声は、脳幹や大脳変異系の神経回路によって、作られるとされてきた。しかし、泣いているチンパンジーの脳を近年スキャンしたところ、ブローカヤーを使って泣いていることが分かった。また、猿が猿の鳴き声を聞くときに使っている脳の部位は、人が人の発話を聞くときと同じだという証拠がある。 ベルベットモンキーの子供野生化のものに関しては、ベルベットモンキーのコミュニケーションが最も広範に研究されている。彼らは十種の異なる音声を使い分けることで知られる。それらの音声の多くは、天敵の到来をグループの仲間に警告するのに使われる。その中には、ヒョウの鳴き声、ヘビの鳴き声、ワシの鳴き声などがある。 それぞれの鳴き声はそれを聞いた猿に異なる防衛戦略を取らせる。科学者は拡声器とあらかじめ録音された音声を使って猿の反応の予想を引き出すことができた。他の鳴き声は個体確認に使われうる。ザ猿が鳴くとその子の母親がこの元に引き返してくるが他のベルベットモンキーは母猿が何をするか見るために母猿の方を抜く。 同様に、チンパンジーが異なる食べ物を指示する際に異なる言葉を使うことが研究者によって示されている。例えば、ブドウを指示するときにチンプが使う音声が研究者に記録されており、録音された音を聞くと、ブドウの絵を指すチンプもいる。発声を扱う上で、初期の人族の言語を扱う能力に関して著名な説がある。 解剖学的に350万年前頃のアウストラロピテクスにおいて発達した二足歩行という特質が頭蓋骨に変化をもたらし、聖堂をより L 字型にしたと信じている学者もいる。頸部の比較的下の方に位置する聖堂や口頭といった構造は人が作り出す多くの音声、特に母音を作る上で必須な必要条件である。口頭の位置に基づいて、 ネアンデルタアルジンですら原生人類が作り出すすべての音を完全に出すのに必要な解剖学的構造を持っていないと信じている学者もいる。さらに別の考え方では高頭の位置の低さは発生能力の発展とは無関係だとされる。原言,言語という術語は言語学者のデレクビッカートンが定義したもので以下のものを書く。 原始的なコミュニケーションの形式である。つまり、大型類人縁の言語と完全に発達した、原生人類の言語との間のどこかに位置する、言語の進化の一段階のことである。ビッカートンは、そういった、原言語の最初の発生は、初期の人族の出現に伴って起こったと定義し、人族の発生を、ホモハビリスが直面した。 不肉食のニッチに行動を適応させないといけないという圧力と結びつけて考えている。L 字型の聖堂のような解剖学的特徴は突然現れたのではなく徐々に進化してきた。そのため、公式ミ初期の原生人類が持っている形式と霊長類が持っている形式の中間に位置する何らかの形式のコミュニケーションをホモハビリスや ホモエレクトゥスが有していた可能性が最も高い。ホモエルガステルの頭蓋骨の化石、HMMMMM、MM、が全言語的なコミュニケーションの体系として、ホモエルガステルに始まる初期の人族に使用されていて、中期高ニオのホモハイデルベルゲンシスやホモネアンデルターレンシスにおいて最高度に洗練された、ドスティーブン・ミズンが提言している。HMMMMMM、MM、は、 ホーリスティック、マニピュレーティブ、マルチ、モダル、ミュージカル、メメティックの頭文字である。ホモ・ハイデルベルゲンシスホモ・ハイデルベルゲンシスの頭蓋骨の化石ホモ・ハイデルベルゲンシスは、ホモ・エルガステルと非常に近縁であった。ホモ・エルガステルは声を出した初めての人か動物とされ、この点に関して継承した文化をホモ・ハイデルベルゲンシスが発展させて、 より洗練されたものにしており、原始的な形の記号言語を発展させた可能性がある。ホモネアンデルタアレンシスホモネアンデルタアレンシスの頭蓋骨の化石2007年にネアンデルタアル人の舌骨が発見されたことで、ネアンデルタアル人は解剖学的に、原生人類と同じだけの音声を発する能力があるという説が唱えられるようになった。舌下神経は、 絶過神経管を通って、舌の運動を制御しており、その大きさが言語能力を表しているとされる。30万年以上前に生きていた、人か動物の絶過神経管は、人よりもチンパンジーのそれにより、近かった。しかし、ネアンデルタール人は解剖学的には喋る能力があったとは言うものの、原生人類と全く同じ程度の言語を有して、 いたかについては2004年にリチャード g ・ g クラインが疑問を提している。彼の疑問は昔の人類の化石記録と石器一式に基づいている。ホモ・ハビリスの出現後200万年の間人化動物の石器技術はごくわずかしか変化しなかった。古い石器を後半にわたって研究しているクラインは昔の人類の蘇生石器一式は 機能に基づいて分類することができないと述べ、ネアンデルタール人は、石器の最終的な形態にほとんど関心を持たなかったようだと報告している。ネアンデルタール人は、体の方は言葉を発するのに、十分なほど発達した機関を持っていても、脳の方は、現世人類のように言葉を話すのに要求される、レベルの複雑さに達していなかったであろうとクラインは、主張している。 ネアンデルタール人の文化的、技術的洗練の程度の問題は今なお論争の的になっている。解剖学的に、原生人類と同じ最古の人類ホモ・サピエンス、イバルトは、エチオピアで発見された、解剖学的に、原生人類と同一である生物は、エチオピアの重い石群の19万5千年前の化石記録で初めて現れる。 しかし彼らは解剖学的には原生人類であるが今のところ見つかっている考古学的証拠からはより古いホモ・ハイデルベルゲンシスとは違う行動をとっていたとはほとんど示されていない。彼らはアシュール石器と同レベルに止まっており後期コーシニオの原生人類よりも狩りの能率が低かった。より洗練されたムスティエ文化への移行は約12万年前に起こり ホモサピエンスとホモネアンデルタアレンシスの間で共有された。ホモサピエンスにおいて起こり、ホモネアンデルタアレンシスや、その他の人族とは共有されなかった完全な現代的行動の発展は5から7万年前に起こった。初めて一つ以上の材料から作られ、様々な機能のカテゴリに分類できる、より洗練された道具の発展は、 しばしば完全に発達した言語の存在の証拠と、みなされる、というのもそういった道具の製法を子孫に伝えるのに、言語が必要だと考えられるからである。言語の進化における最大のステップは、原始的なピジン言語様のコミュニケーションから、現代の言語に悲見する文法、統語構造を完全に備えたクレオールのような、言語への進歩にあった。 このステップは突然ヘ異のような脳の何らかの生物学的変化によってのみ達成されたと信じる学者もいる。一説には、フォックスプニのような遺伝子が突然ヘ異を起こして、人がコミュニケーションを行えるようになったとされている。しかし、近年の分子生物学的研究により、ネアンデルタール人もホモサピエンスと同じフォックスプニ対立遺伝子を持つことが分かった。それゆえ、 ホモサピエンスのみに突然変異が起こったわけではない。むしろこのことは、この遺伝子上の変化が、ネアンデルタール人とホモサピエンスの文化に先立って、起こったということを示唆している。言語が数千年かけて発展してきたのか突然、現れたのかという問題に関して、さらに注目すべき議論がある。霊長類の脳に存在するウェルニッケやとブローカやは、人の脳にも存在しているが、 前者は認知タスク、知覚タスクに関わっており、後者は言語を使うのを助けている。霊長類の脳幹や大脳変異系において議論されているのと同じ神経回路が、人間においては非言語的な音声を制御している。このため、人の言語中枢は、すべての霊長類に共通して存在する、神経回路を改良したものではないかと、提言されている。 この改良とその言語的コミュニケーションの能力は人に特有であるように見える。このことは、言語機関は、人の系統が霊長類の系統から分かれて、以降に起源を持つということを示唆している。はっきり言えば、言葉を話すことは人に特有な口頭の改良だということである。ミトコンドリア DNA に基づいた人類の移住経路のモデルの一つで、アフリカ説によれば、 5万年前頃に人の集団がアフリカを出発し、続いてそれまで人か動物が進出したことのなかったアメリカやオーストラリアをも含む世界各地に移住していった。それ以前にはホモ・サピエンスは現代的な認知、言語能力を獲得しておらず、結果として移住するのに要求される技術や個体数を書いていたので、彼らは5万年以上前には アフリカを出たことがなかったと信じている学者もいる。しかし、それ以前にホモエレクトゥスがどうにかして、アフリカを出ていったことを考えると、解剖学的に、原生人類と同じ生物が、そんなに長い間アフリカに泊まっていた理由が不明に、なる。言語が、自然の音、他の動物の鳴き声、人自身の本能的な叫び声を、記号やジェスチャーの助けを借りつつも法。 改良したものに起源を追っていることは疑い得ない。チャールズ・ダーウィン、1871、ザ・ディ・セント・オブマン、セレクション・イン・リレーション・ツー・セックス、1861年に、歴史言語学者のマックス・ミューラーが、言葉の起源に関する指論のリストを発表した。今日では、ほとんどの学者が、以上の説は、滑稽なほど素朴で見当違いだというほどには、悪くない。 彼らは徐々に精密な知見を得てはいるが、とみなしている。これらの説について回る問題は、これらが非常に狭い意味で、機械論的だということである。これらの説では、私たちの祖先が一度意味と音を連結させて、適切で巧妙な、機械論に落ち着くと言語が、自動的に発展するという考えが、当然にされている。ダーウィン的科学の観点からは、 言語様のコミュニケーションが自然下で進化してくる上で第一の障害となるのは機械論的なものではない。むしろ気候、音もしくは他の知覚できる形式とそれに対する意味との恣意的な結びつけが信頼できない。間違っているであろうものだという事実こそが第一の障害である。ことわざにもある通り、言うは安しなのである。信頼度の問題は ダーウィン、ミラー、その他の初期の進化論者には認識されていなかった。動物の音声によるシグナルは、大抵の場合本質的に信頼できる。猫が喉を鳴らすとき、シグナルはその猫の満足している状態を直接に、表している。それを信じることができるのは、猫が正直な傾向があるからではなく、猫には偽ってその音を出すことが不可能だからである。 霊長類の音声的な鳴き声は、猫の鳴き声よりは、操作可能かもしれないが、やはり同じ理由により信頼できる、というのはそれらが偽りがたいものだからである。霊長類の社会的知能は、マキャベリアン、つまり、利己的で、道徳的な良心の活着にとらわれない。猿や類人猿はしばしば他の猿や類人猿を騙すが、同時に、敵に騙されないように常に用心している。 逆説的だが、まさに霊長類の騙されまいとする用心こそが、彼らにおいて、言語的なものに連なる、情報伝達の体系の進化を阻んでいる。ここで言語の発展が不可能になるのは、騙されないようにする最良の方法は直ちに、証明できるものを除いて、シグナルを無視することだからである。こういった用心をされると、言葉は、情報伝達のようをなさない。 言葉によって騙すことは容易である。言葉が嘘であったということがしばしば起これば、聞き手は言葉を無視することで対応しようとする。言語が働くためには、話し手が一般的には誠実だと聞き手が信頼していなければならない。言語に特有の性質としてずらされた指示がある。これは現在知覚している状況とは違う話題を指示できるということを指している。 この性質のために発話は直近の今、ここに縛られない。このため、言語は普通ではないレベルの信頼を前提とする。このため言語の起源の理論は他の動物ができていないと見られるやり方で、人はなぜお互いに信頼するようになれたのかを説明しなければならない。母語仮説、母語仮説は2004年にこの問題の可能な解決法として提案された。 ウィリアム・テカムザー・フィッチは、ダーウィンの血縁選択説、血縁者間での遺伝子の利益の収束がこの問題の答えの一部をなすと提言した。言語は元来、母語であったとフィッチは主張している。最初のうち、母とその生物学的なこの間でのコミュニケーションのために言語が進化して、後に血縁関係にある大人たちにも広まると、話してと聞き手の利益が一致する。 遺伝子の利益が共有されると本来信頼できない、シグナルであった言葉のために信頼と共同作業が生まれ、言葉が頼みがいのあるものとして受容されるようになって、初めて進化し始めるとフィッチは主張している。この理論を批判する者は、血縁選択が人に特有のものではないことを指摘する。類人猿の母親はその子と遺伝子を共有しているし、 全ての動物がそうである。ではなぜ人だけが言葉を喋るのかさらに、初期の人類が言語によるコミュニケーションを遺伝的に禁煙なものとのみに制限していたというのも信じがたい。非決縁者とコミュニケーションを取ったり互いに影響し合ったりすることがインセストタブーによって禁じられていたに違いない。だから、フィッチの最初の前提を受け入れたとしても仮定された。 母語のネットワークが血縁者から非血縁者へと広がることが説明できない。義務的な語形的リタ行動仮説イブ、ウルベクはもう一つの標準的なダーウィン理論、語形的リタ主義に訴えて言語が進化するのに必要な異常なほど高いレベルの意図的な誠実さを説明している。語形的リタ主義はあなたが私の背中を書いてくれたら私は あなたの背中を書いてあげますという原則で説明される。言語を扱う際には、これは、あなたが私に正直に話してくれたら私もあなたに、正直に話しますということになる。標準的な、ダーウィンの語形的リター主義はしばしば互いに影響し合う、個体感で生まれる関係だと売るべくは指摘する。しかし、言語が、コミュニティ全体に広まるために必要となる。 語形主義は個人の選択に任されているどころか普遍的に強いられる必要があった。言語が進化するためには社会が全体として倫理規定に従っていなければならないとうるべくは結論している。この説を批判する者はいつ、どのように、誰に義務的な語形的利他行動が強いられることがどうして可能であったかをこの説は説明できないということを指摘する。 この欠点の救済策として様々な提案が申し出られてきた。さらなる批判として、語形的利他主義に基づいているとどうしても言語が働かないというものがある。会話が行える集団の中で、人は返答として聞き手が価値ある情報を提供しない限りは情報を保留するということは全くない。それに反して彼らは、 社会的に価値のある情報を世界に宣伝したがっているようであり、返答として自分の考えを述べることのない聞き手にその情報を触れ回る。噂と毛づくろい仮説。ロビン・ダンバーによれば、ソーシャルグルーミングが担う機能を肩代わりするために言語が生まれたというアヌビスヒヒの親子。ロビン・ダンバーによれば、噂は集団生活する人にとって、 他の霊長類で毛づくろいがなしているのと同じ役割を担う、つまり噂のおかげで、個々人が自分の人間関係を点検することができ、そのため、あなたが私の背中を描いてくれたら私は、あなたの背中を描いてあげますという原則に基づく友好関係を維持することができるのである。人類がまずまず大きな社会集団で生活し始めたために、 知事友人全員と毛づくろいし合うという債務は不可能なほど時間がかかるようになった。この問題に対して人類は楽にできて非常に能率的な毛づくろい、声での毛づくろいを発明した。今や仲間を幸せにさせるためには手間のかからない音声による毛づくろいだけを行えばよい。それのおかげで手は自由に他の債務をこなしつつ、 複数の仲間に同時に奉仕することができる。声での毛づくろいは徐々に、言語、最初のうちは、噂という形に進化していった。この理論を批判する者は、まさに、声での毛づくろいの効率、言うは、安しという事実は時間と手間のかかる手での毛づくろいによって伝達される、類の信号による、参加の能力を密かに害してきたと指摘する。 さらなる批判として、声での毛づくろい、喜ばせることはできても、意味のない音声を出すことから認知的に複雑な公文の規則に従った、発話への決定的な変化に関してこの理論は何も説明していないというものがある。儀式、発話の共振化儀式、発話の共振化説は、クリス・ナイトや、ジェローム・ルイス、ニック・エンフィールド、カミラ・パワー、 イアン・ワッツラによって熟議される以前に、本来、著名な社会人類学者のロイ・ラ・パポートによって提案されたものである。認知科学者、ロボット工学者のリュック・スティールズは、自然人類学者、神経科学者のテレンス・ディーコンがそうであるように、この一般的なアプローチのもう一人の卓越した、衝動者である。これらの学者たちは、言語の起源の理論のようなものは存在し得ないと。 主張している。というのは、言語は、バラバラの適用ではなく、より広範なもの、特に、全体としての人の記号の文化、の内的な、側面なのだからである。この広範な文脈と独立に言語を説明しようと、する試みは、問題に対して、解決を提出しないために見事空振りに終わってきた、とこれらの科学者たちは言っている。 クレジットカードの発生を、クレジットカードが、その一部である広範な体系と独立に、説明しようとする歴史化を想像できるだろうかある種の先進的資本主義社会、電子通信技術とデジタル計算機がすでに発明され、詐欺行為対策が行き届いているような、で、制度的に認められた銀行の口座を持っている、場合のみ、クレジットカードの使用は、意味をなす。 ほぼ同様に、言語も必要な社会機構、制度が一通り揃っていないと働かないであろう。例えば、野生下で類人猿が、他の類人猿とコミュニケーションを取る際には、言語は働かない。最も賢い類人猿でもそういう状況下では、言語を働かせられない。嘘と代替物、言語に固有なもの、は、 言語に基づいた構造を有するすべての社会に問題を提起する。これは人の社会すべてに言えることである。それゆえ、癒しくも言語が存在するならば、ザワードを打ち立てる必要があるし、ザワードは普遍的な儀式によって打ち立てられる必要がある、と私は主張する。ロイ・ラップポート、1979、エコロジー、ミーニングレリジョン。 ピアニッシも210から11。この学派の主導者は、優は、安しということを指摘する。デジタルな幻覚と同じく、言葉は、本質的に信頼できない。特別に賢い類人猿や、あるいは、言葉を発することのできる類人猿ですら、野生化で言葉を使おうとしても、信念を何ら伝達できないであろう。本当に信念を伝えるような霊長類の発生。 実際に彼らが使っているは言葉とは違ってそれらが感情的な表現である限りで本質的にいう意味で信頼できるものとなるというのはそれらは比較的手間がかかっていて偽りづらいからである言語は実質的にコストがかからないデジタルなコントラストからなる純粋な社会的慣習のようにこの種のシグナルはダーウィン的な社会世界に関与する それらは、論理的不可能性である。本質的に信頼できないために、言語は、ある種の社会、特に、記号の文化の上での事実が、集団社会的承認を通じて、構築、維持されているような社会、において、信頼に値するという評価を構築できる場合にのみ、働く。いかなる狩猟採集社会においても、記号の文化の上での事実の中で信頼を構築する。 基本的な仕組みは、集団的な、儀式である。それゆえ、言語の起源の研究者が直面する債務は大抵支持されている以上に、多くの学問領域にわたる。それは、人の記号の文化の進化による発生を、総括的に扱うことを必然的に含み、対して言語は重要ではあるが、補助的な構成要素に過ぎない。この理論の批判者には、 ノーム・チョムスキーがいるが、彼はこの理論を非存在説、まさに自然科学の研究対象としての言語の存在を否定していると呼んでいる。チョムスキー自身の理論は、言語は突然完成された形で現れるというもので、これに対して彼を批判する者たちは、儀式、発話の共振化説では存在しないものが、 論理的構成物や手頃な SF、チョムスキーの理論ではそういった奇跡的な方法で現れているだけだと応答している。この論争は未だに解決を見ていない。ジェスチャー理論では簡素なコミュニケーションに使われたジェスチャーから人の言語が発展したとされる。この理論は2種類の根拠によって支持されている。ジェスチャーによる言語と音声による言語は 同じ神経システムに依存している。大脳皮質の口の運動を制御する領域と手の運動を制御する領域は互いに接している。人以外の霊長類は少なくとも原始的なコミュニケーションにはジェスチャーや記号を使うことができる。また彼らの使うジェスチャーのうちいくつかは人のものに似ている。例えば手をまっすぐ伸ばして行う物乞いのポーズは人と チンパンジーが共有している。音声言語と手話はどちらも同じ神経構造に依存しているという、この説を強く支持する証拠が研究により明らかになった。大脳左半球に障害を抱え、手話を使った患者は手話を使う上で、発話に問題のある患者が音声言語を使う場合と同様の不具合を示した。手話を使う時ときと、音声言語。 初期言語を使う時とで大脳左半球の活動する領域に違いがないことが他の研究者により明らかになっている。ジェスチャー理論の重要な問題はなぜ音声言語への移行が起こったのかである。様々な説明が提案された人の祖先はどんどん多くの道具を使うようになっていった。それらの道具に手が占拠されたのでもはやジェスチャーを行う余裕がなくなった。 手でジェスチャーを行うには、話してと聞き手が互いに見合うことが要求される。例えば、夜や、葉によって視界が遮られている時など、多くの状況では、視覚的なコンタクトを取らずにコミュニケーションを行う、必要がある。根性理論では、かつては、言語のある部分は、ジェスチャーの形を、別の部分は音声による、模倣の形を取っていたが、すべてのシグナルが、 本質的に認知される必要もあったために、ジェスチャーや音声といった様々な様相が統合されたとする。この出来事において、複数の情報媒体は、それぞれ単に意図されている意味が明確になる必要があるだけでなくシグナルの信頼性において、確信を抱かせる必要があった。一度コミュニティ全体で契約上の合意が効力を持つだけで、 コミュニケーションの目的に対する信頼が自動的に当然しされ、このことによって最終的にホモ・サピエンスは非常に能率的で高速のアナログではなくデジタルなデフォルトの形式に移行しただろうと提言されている。音声的な互いに異なる形質はこの目的にとって理想的なので、この時点で本質的に説得力のある。 身体言語がもはやそれぞれのメッセージを伝えることを要求されなくなった時点で、デブリによるジェスチャーから、現世人類のデジタルに行動される、話される、言葉への根本的な信頼への決定的的な意向が生じている。人は、今でも話をするとき、特に共通の言語がないときに手や顔によるジェスチャーを用いる。また、もちろん、 膨大な数の手話も存在しており、一般的に老者のコミュニティと結びつけて考えられている。言及しておくべき重要なこととして、手話は話し言葉に等しい複雑さ、洗練度、表現力を有する、認知機能も同等であるし使われる脳の部位も同じである。大きな違いは、音素がした歯、唇、息によって表現されて、 体の内部で作り出されるのではなくむしろ、で、体、顔で表現されることで、体の外部に作り出されることである。ジェスチャー理論を批判する者は、霊長類において、より能率の低い非音声的なジェスチャーによる、コミュニケーションが好まれて、音の高さに基づいた初期の音声コミュニケーションが、放棄された根本的な理由を示しがたいということに言及する。別の挑戦として、 ジェスチャーファースト理論が、デイビッド・マクニールのような心理言語学者によって提起、されている。コシジローキンパラ、獣始末。コシジロキンパラとその課金化された亜種である獣始末との、歌の違いを調査する研究によれば、野生のキンパラは、高度に類型化された順序で歌を歌うが、課金化された方は順序にほとんど縛られずに歌を歌う。野生のキンパラの場合、 歌の統合構造は、メスの好みに従わなければならず、性選択、比較的固定されている。しかし、十四末の場合は、自然選択はブリーディング、この場合は、色鮮やかな羽にとって変わられている。そのため、選択圧から解放されて、類型化された歌の統合構造が、無産してしまえるようになる。千世代も減るうちに、 よく変化して学習される順序にとって変わられてしまう。さらに、野生のキンパラでは、他のキンパラから、歌の順序を学ぶことはできない。鳥類の泣き名反応の分野では、先天的に知っている歌だけを歌える脳は、非常に単純な神経経路しか持たない。強肩な運動核と呼ばれる全脳の主な、運動中枢は、音声出力を中脳に連絡し、翻って脳管へは、 運動格を突き出している。対照的に歌を学習できる脳においては、RA は学習や社会的経験に関係するものを含む全脳の負荷的な領域からの入力を受け取る。歌の生成の制御はより縛られなく、より分散的に、そしてより融通が効くようになる。コミュニケーションの体系が高度に類型的な鳴き声、おたけびのレパートリーに束縛されている。 他の霊長類と比較すると、人は前もって指定された発生をほとんど許さない。しかも、こういった残存している先天的な発生は束縛された神経経路によって賛成されているが、言語は人の脳の数多くの領域が関与する分散的なシステムによって賛成される。言語の顕著な特質として、言語を扱う能力は遺伝するが、 言語自体は文化によって伝えられるということがある。言語に基づいた説明として構築されるのだが、物事を行う技術的な方法などの理解も文化を通じて伝えられる。そのため、言語を扱う能力と文化との強固な共振化的な軌道が見込める。最初おそらく初歩的な方の言言語を使っていた初期の人類は文化的な理解にアクセスした方が良かっただろう。 そして子供の脳が最初に学ぶ、言言語によって伝達される文化的な理解はすでに、得た利益を付与することで伝えられた可能性が高い。そのため初期の人類は、疑いなく、理解に生き残るための鍵を与える、文化的ニッチを作り出し、そういったニッチの下で反映する能力を、最大限に活用する、進化的変化を経る。 日チ構造に関わってきたし、関わり続けている。より重要な日チにおいて本能が生存にとって重要であるように保つ作用を持つ選択圧は、人が自ら作り出した文化的日チにより依存していくことを楽にすると期待されたが、文化的適応を楽にする革新、この場合は言語を扱う能力における革新が広がっていくことも期待された。 人は自らを順地した、類人猿であるとみなすことは、人の進化について考える上で有用な方策である。ちょうど飼いならされることで、金ラの類型化された歌の選択が寛容になされるように、メスによる選択が、バードブリーダーや彼の客たちによる選択にとって、変わられるように、人が文化的に順地されることで、人の、 数多くの霊長類的な特徴の上での選択が、寛容になされ、古い経路が退化したり、再構成されたりできるようになる。哺乳類の脳が発展する非常に曖昧な方法があると、それらは、基本的に次の段階の神経相互作用の準備となる人揃いの神経相互作用とともに、ボトムアップに自己構成するのだが、退化した経路が、 シナプス形成の新しい機械を模索し発見する傾向がある。この脳内の神経経路の先天的な脱文化能力は人の言語が複雑な機能を持つ上で重要な役割を果たす。そして、キンパラの例のようにそういう脱文化は非常に短い期間で起こる。隠された性変わり論、ハットリケンビンが提起した仮説。メスの猿は 公設可能時期を正側の赤色傍慢によって、オスに対してディスプレイしていた。ところが、ホモ族に進化すると二足歩行によって、メスの正側は胴体の下部になり、オスは正側の変化を観察できなくなった。これによって公設可能時期が曖昧になってしまった。メスは、この公設可能時期を言語によって知らせるようになった。もちろん、これには、 公設可能時期でないのに公設可能だという騙し、メスはオスを騙すことで食物を提供させるという行動の獲得もあった。多くの科学者が音声と言語を区別している。言語は精神地帯や学習障害でもいくつかの場合には使えるし、動物界でも知られていると学者たちは信じている。例えば、いわゆるトーキングバードは様々な能力によって、 人の音声を真似ることができる。しかしこの人の出す音を真似る能力は、統合能力の習得とは大きく異なる。同様に、音声を発することは、現代の手話が証明しているように、言語を使用する上で必須ではない。手話は、音声よりむしろ手振りによる、記号、文法を、言語の基礎として利用している。モールス信号だとか、 手端信号といったものの体系は別の形のコミュニケーションだが必ずしも言語ではない。人の言語を人以外のコミュニケーションの体系から区別する鍵となる特性は再規性であると主張されてきた。この言語学的な意味での再規は、例えば、walked to, the store that burned, down before his uncle had put, down the. ダウンペイメントという複合的な分野。 あるいはより情報量の少ない、ザマンウォークドツーザス e アウィッチザマン o ー e which the man f ー l l w という文のように、語句の中に語句を挿入することを言う。ムクドリがこの再規制を含む文法を習得できることがシカゴ大学での実験により明らかになった。実験者たちはムクドリに文脈独立な中央埋め込みという文法を訓練させた。ムクドリは、 文法的に許容できる発話を認め、そうでない発話を拒否することができたと彼らは報告している。さらに、ピラハン語は人の言語でありながら再帰制を示さないとダニエル・エベレットが主張している。人の言語の鍵となる特性は問う能力にあるとも提言されている。人である調教師と交流するようになり、複雑な質問や要求に正しく応じる能力を、 示す動物もいたが、彼らでも、そして最も単純な形であっても自ら、問いを発することはできなかった。人の子供は、統合構造を使い始めるはるか、前、彼らの発達段階の内難語きに初めて物を問う、ことができるようになる。異なる文化に属する赤子は、それぞれの社会環境で母語を習得するが、地球上に存在する言語は、例外なく、成長言語であれ。 非成長言語であれ、抑揚言語であれ、アクセント言語であれ、一般疑問文には上昇調のトウイントネーションを使用する。この事実はトウイントネーションの普遍性の強い証明である。他に言及しておくべきこととして、激しい喜びの任意の表現は、話しての言語や国籍に関わらず、外して加工調で発音され、これもまた普遍的であるということがある。 言語を使用する者が有する一種の騙す能力は、高いレベルの指示、つまり話し手にとって、直近ではないものについて述べる能力である。この能力はしばしば心の理論、つまりそれぞれの欲求や意図を持っている自分とよく似た、存在として、他者を認識すること、と結びつけて考えられる。チョムスキー、ホイザー、フィンチによれば、 この高いレベルの言及は6つの層からなる。サイモンバロン公演は4万年以上前からの以下のものの使用の証拠に基づいて心の理論は言語使用に先立たなければいけないと主張している意図を持って行われるコミュニケーション失敗したコミュニケーションの修繕教育意図的な説得意図的なごまかし計画や目的の共有話題や 焦点の意図的な共有、語り。さらに、こういった能力を示す、霊長類もいるが皆がそうではないと、バロン公園は主張している。コールとトマセロのチンパンジーに関する研究の中には、このことを支持するものがあって、チンプはそれぞれ他のチンプにも、意識、知識、意図があることを認識しているようだが、間違った信念については、理解できていないようであるという。 多くの霊長類が心の理論を幾分か認識しているような傾向を示すが人が持っているのと完全に同じ心の理論を持つものはいない。最終的に言語使用のために心の理論が必要だという点に関してはある程度合意がなされている。そのため人において心の理論が完全に発達したことが完全な言語の使用にとって必要な先駆者だったと言える。 ある注目すべき研究で、ラットとハトが食料を得るためにボタンを、ある回数を押すよう要求された。彼らは4回以下の回数は、非常に正確に区別できたが、回数が増えると失敗する確率が上がった。松沢哲郎はチンパンジーに、アラビア数字を教えようとした。この点に関して、霊長類と人との違いは、非常に大きい。 というのは1から9までの数字がそれぞれ一定の量を表していることを学ぶのに、チンパンジーは訓練時間中に何千回もの思考を必要とするのである。だが、1、2、3までを学んだ人の子供は、校舎関数を用いてより大きい整数の価値を理解する。要するに、霊長類は他の指示記号にアプローチするときと同様に数の意味を 一つずつ覚えていくのに対し、人の子供は、最初に、二二の記号のリストを学ぶと続いて、それらの正確な意味を習得する。この結果は、人の数表現において、言語の無制限生成性が適用されている証拠だとみなされ、うる。普遍文法仮説は、人は生まれつき脳に、普遍文法を固く組み込まれていると主張している仮説である。これ以外に、 子供がわずかな言語刺激だけでに、どのように言語を習得するのかを説明する方法はないと彼らは主張している。普遍文法は地球上の言語の全文法体系を内包する、ある種の文法的なモデルからなるに違いないと彼らは主張している。普遍文法の初期設定は少なくとも見て取れる。限りでは、クレオール言語と同じである。こういった初期設定は、 子供が個別の言語に合わせて言語を習得する段になると無視される。子供が言語を習得するときには、最初のうちはクレオール言語の文法と矛盾するような個別言語の特性よりもむしろクレオール様の特性を習得する。正確には固く組み込まれているということではなく、言語に特化した能力を正徳的に持っているとする主張であることが、 普遍文法に関する議論の焦点であり、文法という用語が使われる理由である。認知言語学者らは、人の能力として、そのような言語に特化したものを仮定する、必要、理由はないとする立場であり、言語を、そのように本能とするのは神話だとするザランゲージミスホワイランゲージ Why Language is not an Instinct という書籍がある。ただし、 普遍文法仮説を唱えたノーム・チョムスキーらによる生成文法という手法はフォーマルな記述を試行しており、チョムスキアンと呼ばれる彼らとしての研究こそ普遍文法との関わりに関わる傾向があるが、プログラミング言語などの形式言語の公文規則の記述に使われるバッカスナウア記法もその一種であるように自然言語と無関係な側面においては、 普遍文法仮説とも全く無関係である。チョムスキー自身によるその方向の研究もあり、チョムスキー階層などがその成果である。チャールズ・ホケットは、人の言語を記述する上で、本質的だとされる特性のリストを象述した。語彙音,音論的領域では、この、リストのうち二つの特性が最も重要である。言語の音音体系は有言語の単純な音素から、なる。 各言語の特有の音素配列論的規則の下で、こういった音素が再結合、連結させられ、形態論的体系と再現ない語彙が生まれる。言語の鍵となる特性は、簡素で有限な音韻論的要素によって、規則がその中の、各要素を決定しているような無限の語彙体系が、生まれることと、意味がその形式に密接に結びついていることである。音韻論的統語論は、 先立って存在する音韻論的要素の単純な結合である。人の言語のもう一つの本質的な特性もこれに関連している。先立って存在する要素を結びつける語彙等語論によって意味論的に新しく互いに異なる語彙論的要素が生まれる。ある語彙音韻論的要素が人の外部に存在することで知られている。 自然世界に存在するものはすべて何らかの形式で記述されてきたが、ごくわずかなものが同一種内に共存している。鳥の歌、歌う、類人猿、鯨の歌、これらすべてが音韻論的統合論を示しているが、音的な要素を組み合わせて拡張された、新しい意味を書く、大きな構造を作り上げている。ある種の霊長類は、各要素が世界に存在する。 何らかのものを支持するような単純な音韻体系を有している。しかし、人の体系とは対照的に、こういった霊長類の体系の要素は、通常個々独立して生じ、語彙等語論の欠如を示す。キャンベルモンキーが語彙等語論を持ち、2種の鳴き声を組み合わせたりするが、これが語彙論的、もしくは形態論的な現象なのかは、不明確である。 ピジンは粗末な文法と限定された語彙しか持たない、著しく単純な言語である。その初期段階においてピジンは主に名詞、動詞、形容詞からなり、漢詞、前置詞、接続詞、助動詞をほとんどあるいは全く許さない。しばしば安定した語順を持たず、単語が語形変化を起こさない。ピジンを話す集団の間での交流が長期間にわたって維持されると、 そのピジンは多くの世代を経てより複雑になることがある。ある世代の子供たちがピジンを自分たちの母語として採用すると、ピジンは固定的になり、固定的な音韻論、統語論、形態論、統語的埋め込みを有して複雑な文法を身にまとったクレオール言語へと発展する。そういった言語の統語論を呼び、形態論はしばしばその良心となった言語のそれに、 明確には由来せず特有の確信を持つ。世界中のクレオール言語が研究され、クレオール言語は文法の面で互いに著しい類似性を示し、一様にピジンから一世代で発展していることが分かった。この類似性は共通の言語に由来していない、クレオールの間でも明白である。また、クレオールは独立に生じていても互いに類似している。 統語論的類似性には、スボ語順であることも含まれる。異なる語順の言語から生じた場合でもクレオールは、しばしばスボ語順へ発展する。クレオールは定関詞と不定関詞の、同じ用法のパターンを有する傾向があり、また、親言語と違っていても、ある一定の極構造の移動規則を有する傾向がある。タスマニア先住民のような遥か昔に、 他の人類から分かれていった人々も等しく、言語を持つ。現在全人類が言語を有している。この中には、旧大陸を経って4万年ほど経つタスマニア島や、アンダマン諸島のアボリジニのような人々も含まれる。言語の単一起源説は、すべての話されている、音声言語がそこから生まれたような世界祖語と呼ばれる、こともある一つの祖語が、 かつて存在したという仮説である。で、アフリカ説によれば、15万年ほど前のアフリカに生きていたと推定される女性、ミトコンドリアイブに今日生きている人は皆由来するという。この説の下では、世界祖母がおおよそその頃にまで遡る可能性が出てくる。ボトルネック効果も主張されており、中でも、トバカタストロフ理論では、 7万年ほど前のある時点で世界全体で人口が1万5000から2万人程度まで減少したと言われている。もしこれが本当に起こったならそういったボトルネックは世界祖母を話す人間の時代の優れた候補であり世界祖母を話す人間が必ずしも言語の最初の発生に居合わせたわけではないということを表す。立ち行き仮説は 現代話されている言葉は、すべての大陸で独立に進化してきたという、単一起源説の衝動者には、受け入れ難い主張を必然的に伴う。口頭の加工は戦術したように人の制度に、特有の構造で音声及び言語が発展する上で、必要不可欠だとされている。しかし、これは、水生哺乳類や大型の鹿の他の種でも見られるし、高等は犬、ヤギ、 アリゲーターにおいても、発生時に加工することが観察されている。人においては、高頭が加工することで声度の長さが伸び、人が出せる音の多様性を広げている。人における、非音声的コミュニケーションの偏在性は、言語が発展する上で高頭の加工が必須ではない、証拠となっていると主張する学者もいる。おまけに、高頭の加工は、 言語的機能を持たず、動物の外見的な大きさを強調しすぎている嫌いがある。そのため、口頭の加工は音声を発する上で重要な役割を果たし、人が出すことのできる音声の多様性を広げるのにも、かかわらず、特にこの目的のために発展してきたわけではなく全、適応の例である、ホイザー、チョムスキー、フィッチや、ジェフリー・レートマンによって主張されている。 言語の起源を探すことは神話に由来する長い歴史を持つ。ほとんどの神話では人間に言語の発明を返しておらず、人の言語に先立つ神の言語について語られている。鳥の言語のような動物や魂とのコミュニケーションに使われる神秘的な言語も一般的であり、ルネサンスの時期に特に関心が持たれた。実験によって、 言語の起源を発見しようとした人々に関する逸話が歴史上数多く存在する。そういった話の最初のものがヘロドトスによって語られている。ファラオのプサメティコス一世が二人の人の子供を羊飼いに彼らの最初の言葉が決定するまでは決して子供たちに話しかけてはいけないが羊飼い会は彼らに食料を与えて育てなければ。 いけないという命令と共に育てさせるという実験を行った。その実験で、プサンメティコス一世は、最初の言語は、フリギア語だと結論した。スコットランドのジェームズ五世が、同様の実験を試みたとされる。彼の実験の対象となった子供たちは、ヘブライ語を話したとされる。中世の君主フリードリヒ二世と、アクバルも、同じ実験を行ったとされる。 しかし彼らの実験対象となった子供たちは言葉を話さなかった。18世紀後半から19世紀前半にかけてヨーロッパの学者が世界の言語は原始的なものから先進的なものまで発展の様々な段階におり最も先進的だとされる陰謀号において最高潮に達すると考えた。近代的な言語学は18世紀後半になってやっと始まり、 ヨハン・ゴットフリープ・ヘルダーやヨハン・クリストフ・アーデルンクのロマン主義的、アニミズム的な理論が19世紀までよく影響力を保った。言語の起源の問題は系統だったアプローチでは近づきがたかったようで、1866年にパリ言語学協会が言語の起源に関する討論を禁止し、答えることのできない問題とみなしたのは有名である。 歴史言語学の体系的なアプローチが19世紀の間に徐々に発展し、カール・ブルークマンその他の青年文法学派においてその頂点に達した。しかし、学者たちの言語の起源に対する関心は1950年代以降に普遍文法、集団比較、言語年代学といった新しい思想とともに徐々にしか再燃しなかった。独立した分野としての 言語の起源は、神経言語学、心理言語学、人類の進化の研究から生まれてきた。1988年には、言語学の書子で、言語の起源が独立した見出しで、心理言語学の解分野として紹介されている。進化言語学の専門の研究機関は1990年代にのみに、 起こっている今日の現象である。1979年のサンディニスタ革命で誕生したニカラグア新政府は国内が落ち着き始めた頃に最初の国家的な施策として式自立向上を掲げその一環として老舎者である子供に対する教育を始めた。これ以前にはニカラグアには老舎者の共同体は存在しなかった。特別教育施設は最初に 50人のろう者児童が出席するプログラムを創立した。1983年には施設に400人の児童がいた。施設は世界中で使われている手話による教育設備を何ら有しなかった。そのため児童は手話を教えられることはなかった。その代わりに言語プログラムでは話し言葉のスペイン語と独身術が重視され教師による 手振りの使用は指で文字を綴ることに限定された。しかし児童は文字もスペイン語の言葉の意味も理解できず、このプログラムは成功しなかった。施設に最初に来た児童らは家族との生活の中で習得したごくわずかで未熟なジェスチャーしか使えなかった。しかし、初めて児童らが家族以外の集団で一緒にいるようになると、彼らは互いの手振りを 元自分が知っていたものに加えて使うようになった。さらに年数が経ち、より多くの、より若い児童が参加すると、言語はより複雑さを増した。生徒とのコミュニケーションをあまり取れていなかった彼らの教師らは、児童が互いにコミュニケーションを取り始めたのを敬意を持って眺めた。後に、ニカラグア政府は、アメリカ合衆国のスイースタン大学の手話の専門家、 ジュディ・ケグルの助けを混成した。ケグルや他の研究者らはその言語の分析を始めると、年長の児童らの美人様の言語を、より若い児童らが、動詞の一致と、その他の文法の規則を成立させて、高いレベルの複雑さへと到達させていることに気づいた。ありがとうございます。